アイテム番号、SCP-777JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-777JP は財団の特別医療棒に収容されます。常に SCP-777JP 専任の心臓血管外科医6名及び医療エージェント12名、非技エージェント8名が SCP-777JP の治療と看護、特異性を安全に消失させる研究を行います。SCP-777JP の延命は最優先研究対象とされます。SCP-777JP が財団の収容に対して非常に従順であること及びその特異性のため、SCP-777JP の生命に関して悪影響を与えるであろうあらゆる行動を SCP-777JP に対して行う場合、常にレベル5クリアランスを保持する職員3名の許可を必要とします。SCP-777JP の白動障害によって起こる自称 777JP への対抗のため、白動障害が起こった時点で儀式手順777、道半を行います。儀式手順777は以下のように行います。儀式に参加する収容スペシャリスト8名は全員男性であり、かつ正解以上を持つ神職でなければなりません。また、必ず冥界医を持つ収容スペシャリスト2名が参加する必要があります。白動障害が起こった時刻から、収容スペシャリストは24時間の間決裁し、また神道の定める汚れに決して接触しないようにします。その後収容スペシャリストは水ごりを行います。そして、無門の白カリギヌ、無門の白サバカマ、エボシオキ、儀式に臨みます。収容スペシャリストは以下の物品を用意します。鶴の面、大岩の面、ぶどう、たけのこ、桃の実3つ、和太鼓、小、金。収容スペシャリストのうち冥界医を持つ者1名はプロトコル62に従い、SCP-777JP、A、2群の前で、鶴の面をつけ、前、文言語を唱えます。この鶴の面をつけたメンバーをこれ以降、鶴、と表記します。正解を持つ収容スペシャリストはプロトコルに従い、上陸した SCP-777JP、A、2群に聞こえるよう、正確には太鼓、小、鐘の楽器を演奏してください。鶴、は、文言8を伝え、SCP-777JP、A、2群の前から、SCP-777JP、A、1群の上を通り逃走します。そして、SCP-777JP、A、2群に対して、ブドウ、タケノコ、桃の実を正確に7分の間隔で投擲する必要があります。この時、SCP-777JP、A、2群に、ツル、が捕まえられた場合、儀式手順777は失敗となり、手順を最初からやり直さなければなりません。この逃走の間、冥界医を持つもう1名の収容スペシャリストはプロトコル63に従い、大岩の面をつけ、前、文言12を唱えます。この大岩の面をつけたメンバーをこれ以降、大岩、と表記します。大岩、は、鶴、と SCP-777JP、A、2群の間に立ちふさがり、文言16を唱えます。SCP-777JP、A 群が消失したのを確認した上で、鶴、大岩、は面をつけたままで、すべての儀式手順777に参加したメンバーは水ごりを行います。これらの儀式手順が正しく行われないまま SCP-777JP、A 群が自称 777JP を完了させたか、SCP-777JP が何らかの理由で死亡した場合、即座に SCP-777JP を日本海へ投棄し、海域 777JP から半径 250km 以内に存在するすべての財団施設は閉鎖され、手順777、水面の月は誠の月なり、が執行されます。説明。SCP-777JP は、極端に高齢である人間と単調ズル、グルスジャポネンシス、が入り混じっているように見える存在です。皮膚はケラチンの変化した鱗状のものに変化し、全身の体毛は羽毛へと置換されています。唇はくちばし状に変形、硬化しています。両腕は小指が極端に延長され、翼へと変化していますが、筋力不足により飛行は困難であり、数十メートルの滑空程度しか行えません。SCP-777JP のその特性ゆえ、SCP-777JP は発生や複雑な道具の使用が極めて困難になっています。SCP-777JP はまた、1980年以降慢性的な心不全を患っています。
SCP-777-JP はその重篤な奇形にもかかわらず、高い身体能力及び野外活動に関する知識を有しており、野外、特に日本国内の山岳地帯において非常に高い生存能力を持っていたようです。収集員による収容の際、自身の肉体の変化に合わせて設計、製作された、複数の道具を所持していました。しかしながら現在では慢性心不全及び加齢の進行によって激しく衰弱しており、病室からほとんど移動することができません。SCP-777-JP の最大の特異性はその心臓部分にあります。左心室の内部に、直径、CM の翡翠の球体が癒着しています。このような位置に異物があることは循環器に絶大な影響を与えるにもかかわらず、この球体は血液の流れを阻害していません。SCP-777-JP の心臓が正常に拍動している間、それを除いて SCP-777-JP に特筆すべき異常は存在しません。ですが、SCP-777-JP の心臓の拍動に障害が起こった時にその異常性は発揮されます。SCP-777-JP の心臓の拍動障害に合わせ、北緯、編集済み、統計、編集済み、の海域、以下、海域777と表記、に海底地震及び、海底の盛り上がり、それに合わせた海水面の上昇が起こります。これは SCP-777-JP の拍動障害の重篤さに比例して激しくなります。それと同時に、海域777内に、多数のエリファスモデル型霊組成の地帯、以下、SCP-777-JP、A と表記、及び物質化した霊素が出現し、SCP-777-JP の元に向かって移動しながら自称 777-JP を発生させます。SCP-777-JP、A は既存の海生成物に似た外見、これ以降 SCP-777-JP、A、一群と表記、か、あるいは既存の海生生物を霊長類に似せた後直立させ、神道における婚姻の儀式に用いられる服装を着せ、また婚姻の儀式に用いられる道具を持たせたような姿、これ以降 SCP-777-JP、A、二群と表記、をしています。これらの個体はすべて、儀式手順 777-JP が終了するか死亡すると消失します。対霊素効果のある呪術攻撃及びインプドン作動による強制権限後の物理的攻撃は SCP-777-JP、A に有効ですが、新たな SCP-777-JP、A が次々と出現するため効果は比較的薄いものとなっています。加えて、SCP-777-JP、A に対する攻撃に対してのリスクが大きいことから SCP-777-JP に対しての攻撃は禁じられており、儀式手順777による収容を行う必要があります。以下は時間経過による自称 777-JP の移り変わりを表記したものです。より詳細なものを知りたい場合は、セキュリティクリアランス3以上の権限が必要となります。自称 777-JP 開始からの経過時間、結果、約5分、海域777内の海底に物質化した霊素によって作られた鳥居が出現する。約15分、鳥居の向こうから大量の SCP-777-JP、A、1が出現する。約2時間40分、海域777内の海底に SCP-777-JP、A、1でできた、道、が作られる。約3時間、鳥居の向こうから SCP-777-JP、A、2が行列を作り出現する。SCP-777-JP、A、2群は SCP-777-JP、A、1によって作られた、道、の上を歩行して移動する。約16時間後、SCP-777-JP、A、1群による、道、が上陸する。約26時間後、SCP-777-JP、A、2群が上陸する。約45時間後、鳥居型の物質化霊素から、複数体の SCP-777-JP、A、2群によって運ばれ護衛される、物質化霊素によって作られたバカゴが出現する。約104時間後、SCP-777-JP、A、1群による、道、が SCP-777-JP の元に到達する。現在これ以降に起こる自称 777-JP の内容を予測したものはセキュリティクリアランス4、777-JP のみに開き示されます。現在の財団のシミュレーションでは、自称 777-JP が完遂した場合、以下の XK、クラスシナリオが起こると予測されています。
約7時間の間、制御不能な神格が完全権限し活動を行う。対象神格を信奉しない存在のうち、特に対象神格に対しての特進行為とみなされる行動を行った者は、その血縁者を含め全員が神格による攻撃的改変の対象となる。海域を中心とした約 250km 内の陸地は全て沈下し、海底となる。全人類は神格の姿を知覚したことにより致命的な精神的、ミーム的影響を被る。残存した全人類のうちおよそ 16% はミームを汚染され、出現した神格の信奉者となり、既存の治療上組織に対して積極的抵抗を試み始める。手順777により最小限に影響を抑えられた場合、陸地の沈下範囲は 6%、神格による攻撃的改変の被害は 14% 減少すると考えられています。ホイ1。以下は、収集員による初期収容時に、SCP-777-JP が所持していた物品の記録です。原文は漢文で書かれていましたが、プロトコル作成にあたり書き下ろしています。長弓、下肢、ニカは、鹿の剣が具材。くちばしを用いていることが可能なり。鹿側のエビラ、矢は6本。矢の先には骨のが付けられる。翼に合わせ、握りに工夫あり。渋染めの頭巾。鹿側の着物、腰巻き。星体の獅子と鹿の肉わずか。星魚2匹。塩。鉄の鍋。いずこよりか盗み出せるものやも。加工。いずこかの土地の不土器か、あるいは古事記の写しか。古い紙に筆で、海幸と山幸、の一部分があり。ホイ2万、1946年、財団による初めての SCP-777-JP へのインタビュー。当時 SCP-777-JP は老化こそしていたものの、慢性心不全を発症してはいませんでした。SCP-777-JP の会話には、SCP-777-JP の発生に激しい鉛および発語の障害があるため、筆談によって行われました。当初、SCP-777-JP は、彼への進行が極めて遅い、人と鶴の入り混じったような姿を持つ人型存在であると収集員より情報を聞かされていました。インタビュー記録、担当者、カウフマン博士、対象、SCP-777-JP。カウフマン博士、SCP-777-JP、あなたは我々が新たに管理することになったことは知っているか？ SCP-777-JP、知っている。カウフマン博士、では、これからあなたに対して質問がしたい。あなたはどうして、そんな姿になったのか？SCP-777-JP、とこよへ、生きて、こちらへ、帰りしゆえ。カウフマン博士、とこよとは何か。SCP-777-JP、海の底、姫のウル、富士の国。カウフマン博士、そこで何があったのか。SCP-777-JP、姫と、ちぎりを結び、我が身と、あが身に、玉を、埋め、互いに、英語に、目音で、あれと、我、英語を、縁。カウフマン博士、その結果あなたはそうなったのか。SCP-777-JP、いな、我が兄と、兄方見え、懲らしめを、行えり、我姫と呼びかければ、塩、我が兄を飲み、止まれと言えば、塩、引き手、我が兄、我の元にぬかずきぬ。カウフマン博士、しかし、あなたは老いているではないか。SCP-777-JP、我、力をもってして、民を率いて、秋津島の、王となり、姫を、迎えに、常世へと、我行きて、姫が、八広兄でありしこと、知り、恐れて逃げり、八広兄。我を呪いて、何時逃げようとも、何時常世のものなりと、あが常世に帰しとき、我地の底より起き上がりて、何時を迎えん、我が手の者、何時を迎えに行かんと。カウフマン博士、それで老いるようになったと？ SCP-777-JP、しかり、ゆえに、我、千歳に生きるため、鶴になりぬ、しかし、亀はよろずのよう生きると聞きぬ、ましてや、八広の輪には、いつまでか、それよりも、はるかに。不期これ以降 SCP-777-JP は疲労を理由に筆談を拒否した。SCP-777-JP による後半の文字は激しく震えていた。ホイ3、収集員による SCP-777-JP、A についての記録です。1944年、
日本に対して米軍が無差別爆撃を行った際、SCP-777-JP は負傷し大量に出血。その結果拍動が弱まったことが原因で SCP-777-JP-A が出現したと考えられています。常世の神、海より現る。荒見玉なり、都人機関より報告。砲撃す。されども魚どもに、砲は効かず。火炎用入れど、効力表さず。故に、不幸、魔道、陰陽道、神道による攻撃を行えり。自由、四季、鬼により、魚どもしす。しからば、我ら、荒神を討滅さんとす。陰陽寺、四季鬼打ちて、御法道寺の剣で、加護をつかん。我ら皆ことごとくしす。陰陽寺、魔道士、不幸士、皆ことごとく、神罰受け、また、その親、子、孫、三代に至りて、やはりことごとく神罰受けん。みんな、陸にありて溺れ、生きて憎くさり、ウジとウナギに肉むさぼられ、さながら苦相の炭層がごとし。神器官、神下ろして、何故を怒りで偉奪しやるか、と、問えば、柱答えて曰く。我優遇ののあるじなり。我、男と共ねし、優遇へ向かえども。男、我が姿見て、我より逃げん。男、鶴に変わりて、我より逃げん。我、蘇我心を聞き、蘇我と今宵訪れしゆえ、再びびちぎらん。今こそ、蘇我霊、我が物とならん、と。我ら、イザナギとイザナミに習いて、常世との境封ず。英語に鶴を崩すべからず。これ以降 SCP-777-JP は収集員により最高待遇を受けています。また、この記録から、財団は儀式手順 777JP を作成しました。